皆さんこんにちは。カルスにはタイのバンコクスワナプーム国際空港に来ております。今日の朝ですね、バングラデシュからタイ航空のフライトでこのスワナプームに到着して、今ね乗り継ぎ待ちをしているところです。なのでここはね制限エリア内なんですよね。今回タイには入国はしていません。はい、ということで今回なんですけども、このバンコクから、シンガポール航空使いまして、シンガポールチャンギ国際空港に向かいます。利用する機材はエアバス A350-900 で、今回ビジネスクラス予約しています。でこのバンコクからシンガポールっていうのは、1日何便かねシンガポール航空飛ばしてるんだけど、以前乗ってるんですよね。さっきちょうどね4ヶ月ぐらい前かな、バンコクからシンガポールまでエコノミークラス使ったんだけど、今回はねビジネスクラスということで、あの時の違いとかっていうのをね見れたらいいかなというふうに思います。で機材とかはね、A350 ということでね、前と全く同じ機材です。このスワナプーム国際空港にはシンガポール航空のラウンジ、シルバークリスラウンジっていうのがあるんだけど、今はね閉鎖されています。なので違うねラウンジを案内されます。もう基本的にタイ航空のラウンジを使うことになるかなと思うんだけど、タイ航空のラウンジのすぐ横にねミラクルラウンジっていうのがあるんですよね。でこっちはねシャワーとか使えるんで、タイ航空のラウンジシャワー使えないんですよ逆に。なので僕今までねずっとミラクルラウンジにいました。ここねプライオリティパスでも入ることができます。ただねあのスターアライアンスの資格持っててもプライオリティパスを持ってなかったらね、このミラクルラウンジっていうのは入ることできません。まあ、お金払えばね有料で入れると思いますけども、お金払って入るのはちょっとうんって感じがしますよね、やっぱラウンジっていうのはね。はい、ということで今までずっとミラクルラウンジにいたんだけど、今からねタイ航空のラウンジの方にね移動しようかなというふうに思います。ミラクルラウンジの隣にあるねタイ航空のラウンジです。おそらくね今の時間帯あんまフライトがないのかもしれません。空港内かなり静かです。でさっき言ったミラクルラウンジもねほぼ貸し切り状態だったんですよね。あっちもね結構食材っていうかその料理のメニュー結構豊富なんですよね。タイ航空のラウンジよりもね多分ミラクルラウンジの方が豊富なんじゃないかなと思うぐらい、向こう結構種類あってね良かったですよ。はい、とりあえずタイ航空ねラウンジ入りましょうか。ラウンジの中に入りました。もうね僕の動画でも何度かねタイ航空のラウンジ紹介してますよね。中はねやっぱりミラクルラウンジとかと比べて全然広々としています。こっちのがね結構なんか自然の中にあるラウンジっていう感じがして、タイらしさも出てていいですよね。各座席にはコンセントとかっていうのも用意されてるし、もちろんね無料の Wi-Fi も使うことができます。ただね今に関してはシャワーは使えないということでちょっと残念ですね。こちらが料理のカウンターになるんだけど、野菜とかはねもちろんあります。フルーツ、スイカとかもあるね、パイナップルとか、奥にはケーキ、サンドイッチっていうのもあります。で今はね昼の時間帯ということで昼食が提供されてるのかな。朝よりはやっぱりメニューは豊富ですね。ここのラウンジのね特徴はねシューマイとかがあるところかな、肉まんとかそういった中華料理もね置いてくれてるのは結構ポイント高いと思います。ドリンクはこんな感じ、コーラとかスプライトっていうのもあるし、ビールとかもね用意されています。あとタイ航空の機内でもらえる水とかもねあります。ハイネケンもあります。軽くねいただこうと思います。カウンターもありまして、そちらでね今回はシュリンプのワンタンスープですね、エビワンタンのスープっていうのを作ってくれていました。なのでね一つお願いしました。朝来るとスクランブルエッグとかになってましたね。時間帯によって確か違うと思います。でこっちの左のやつに関してはカウンターから取ってきたやつですね、エビシューマイと、あとはフィッシュフライ、あとこれがねなんかシューマイに見えますよね。でもこれ実は違くてチキンボールみたいな感じで書いてました。結構美味しそうだったんでね取ってきました。これ酢醤油ね、シューマイつけて食べます。あとはビールですね、ラガービールといったような感じで、ちょっとだけですけどもねいただこうと思います。ではラウンジを出て搭乗ゲートの方に向かいます。目の前にねルフトハンザー止まってますね。フランクフルト、ミュンヘンかな、どっちかから到着した飛行機だと思いますけども、 A350 ですね。結構長距離路線になります。奥にオーストリア航空もいますね。こういったの見るとねタイの空港らしいって感じがしますよね。はい、ということで今回は E の2番ゲートですから、奥かな、ちょっと歩かないといけません。免税店とかもねもちろん普通にやってます。リニューアル工事してましたもんね。めちゃくちゃ綺麗ですよこのスワナプーム国際空港、最新の空港っていう感じがします。いやめちゃくちゃ遠かった。到着したこちら E の2番ゲートですね。 SQ709 便シンガポール行きです。飛行機すでに止まってて、もう多分搭乗開始まもなくだと思います。あ、てか普通に搭乗開始してるわ、マジか。じゃあ飛行機乗っていきましょう。はい、ということで今回お世話になる飛行機こちらです。 A350-900 ですね。ビジネスとエコノミー2クラス制だったと思います。
以前シンガポールから関空行った時のビジネスクラスのシートと全く同じだと思うので、今回座席の紹介をね、まあ、簡単に済ませようと思います。普通にはスタッカードタイプというかね、半個室タイプのシートです。優先搭乗とかも終わってて、もう最終グループの搭乗になってます。時間全然間に合ってるんだけどね、どんどんと人が後ろから来てます。いや、機内入ったんだけど、僕先ね、関空から、以前ね、チャンギから関空でビジネスクラス乗った時のシートと同じって言いましたけど、違いました。これね、A350 でも当たりのタイプのね、ビジネスクラスのシートですね。シンガポール航空ってね、A350 何個か持ってて、ビジネスクラスのシートも何種類があるんだけど、これは一番いいって言われてるタイプのシートだと思います。座席配置自体はね、1プラス2プラス1の配置なんだけど、座席1つがめちゃくちゃ大きいんだよね。あ、やった。これ短距離で入ってるのは結構珍しいんじゃない？座席ね、上から見るとこんな感じです。横幅めちゃくちゃ広いし、すごい豪華。今まで乗ってきたビジネスのシートの中でも割とトップレベルにいいかもしれない。座席の上にはね、短距離線ということでクッションだけね、用意されています。おー、いいね、これは良かった。最高じゃないですか。これで2時間です。はい、座席に着いたわけなんですけども、モニターがね、目の前にあって、結構モニターとの距離はね、めちゃくちゃ近いです。普通に手届きます。はい、今回22番の軽席 SQ709 便です。 Welcome aboard ということですけども、ここにね、足を収納するスペースがあるんですよね。多分これベッドの状態にすると体が斜めになるのかな。ちょっとごめんなさい、初めて乗るシートで全然分かってないんですけどもね。機材自体は A350-900 です、はい、予想外だった、普通に。もうなんか SQ やっぱいいよね、本当好き、この航空会社。これね、機内食のメニューだと思います。まあ、後ほど見ましょう。で、小さい収納入れとかもあるし、ここにテーブルあるのかな、多分ね、多分これテーブルだと思う。で、コントローラーっていうのがあって、はい、こんな感じで USB ポート、マルチタイプのコンセント、さらに収納っていうのもあります。座席のね、ホールド感っていうのもしっかりとあります。わかりますよね、この横幅のデカさ。今までいろんなシート乗ってきたけど、多分一番いいかもしれないね。あの ANA の新しいトリプルセブンみたいにドアとかはついてないんだけど、まあ、でもね、短距離だったら全然これで OK よね。あ、すごい感動してる。こんなこともあるんだな。この路線ってね、1日何便か投入されてるんだけど、以前乗った時の A350 は全く同じ路線だったけど、あの狭いタイプのね、半個室の座席だったんですよね。なので当たりですね、今日は。2時間がもったいない。もうこれで日本まで帰ってほしいぐらいですね。はい、そんな風に思います。ビジネスクラスは前方と後方のブロックに分かれてるんだけど、本日ほぼ満席です。いや、すごい搭乗率ですね。たった2時間の路線なんですけどもね、時間的に行くと伊丹空港、那覇空港ぐらいの距離です。はい、ただ今搭乗待ちをしてるんだけど、収納するスペースもめちゃくちゃ多くてね、ここにもね、収納ついてましたよ。すごいな。なんかもうね、入れるところ多すぎて忘れ物しそうなぐらい気をつけましょうね。機内食のメニューですけども、今回はですね、シンガポール行きということで、バンコクとシンガポールですね、右側の方のメニューが提供されます。ご覧の通りですね、割としっかりとした機内食提供されるんじゃないかな。メインは選べるのかな、ちょっとまだ何も考えてないんですけどね、この後ちょっと考えようと思います。気づいたらシンガポール航空の機内安全ビデオが始まってました。画面の向き下にはできないのかな。できる。ちょっと若干下に下がりましたね。気づいたらプッシュバック開始してました。隣の航空会社、これ何ですか？ LR 航空かな？ちょっとよくわかんない。わかる方教えてください。
全然ね気にしてないからいいんだけど、ウェルカムドリンクそういやなかったですね。はい、短距離だからないのか。 SQ 足りましたよね、ウェルカムドリンク。今日だけだったっけ。ごめんなさい、もうねこの前 SQ のビジネス乗ったもうコロナ前なんで、ごめんなさいちょっと覚えてないんですけどもね、今日はなかったです。はい、フライトマップ開いてるけど、ほんと近いよね、バンコクからシンガポールってね。クアラルンプール、シンガポールもね、結構飛行機飛んでるんでね、ちょっといつか一回乗ってみたいよね。割と早食い競争、機内食とかやってみたいなって前から思ってます。映画とかもね、かなり豊富にコンテンツは用意されてるけど、もう2時間しかフライトないんでね、見てる時間はありません。で、この後ろにプレミアムエコノミーのシートがあります。はい、この機材にはプレエコの座席がついてるんだけど、路線的にはね、プレエコの販売っていうのはしてないんですよね。なので多分おそらくエコノミーで、販売して、早いもん勝ちとかステータス持ってる人に、アサインされてるんじゃないかなって思いますね。ということで、もう間もなく離陸です。最高。今だったんでドリンクのメニュー見てるんだけど、ドリンクのメニューめちゃくちゃ豊富よ。もちろん赤ワイン、白ワイン、シャンパン、そういった飲み物というのはね当たり前のように揃っています。カクテルとかもねオーダーすることができるんですよね。ちょっと見にくくて申し訳ないけど、どれ飲もうって悩むレベルですね。これは量が多すぎてね。最近コロナでねメニュー配ってない航空会社とか結構多いんですけども、改めてメニュー配られるとやっぱすごいよね。でも当たり前のようにね、TWG というのもね、飲み放題ですし、コーヒーもあります。機内食提供されるまでちょっと時間あったんで、座席倒してみたんだけど、フルフラットにはならないんですよね。もうおそらくなんか CA さんニュートやってくれるのかな。なんか特殊な操作が必要なような気がします。ボタンを押したんだけど、これ以上倒れませんでした。で、座席倒すとね、レッグレストも上がった状態になって、まあ、こんな感じになります。なので本当に体を斜めに向けるとね、なんかフラットの、あの快活クラブのフラット席、あそこにいる感じ。多分ね、ビジネスクラスだけでも40席ぐらいあるんですよね。それを2時間でさばかないといけないので結構大変ですよね。前から順番に機内食提供されてます。テーブルを出しましたけども、かなりね大きなテーブルですね。で、あの一応左側の部分空いてるんで、テーブル出した状態でも簡単にね通路に出ることができます。こういった作りなのもちょっと嬉しいよね。機内食がやってきました。シンガポールの郷土料理、もしくは、まあ、フィッシュ、シーフードですね。で迷ったんだけど、結局ねシーフードの方にしました。すごいプリプリのエビが乗ってます。これ右上のやつホタテかな、ホタテのようなやつも乗ってますね。すんごい美味しそう。何かはよく分かってないんだけどね。で、サラダとあとはチョコレートケーキですね。上にはオレンジ乗ってます。パンに関してはね、 CA さんが配ってて、ガーリックトーストだったりデニッシュ、他にもなんかロールパンとかいろんな種類のパンがありました。いや、ワンプレートの提供だけどね十分よね。さすが SQ です。で、まあ、ドリンクなんですけども、コーヒーと、あとこれ右ね、カクテルです。シルバークリスリングっていうカクテルで、パイナップルジュース、オレンジジュースと、あとジンですね。で、カクテルされています。あと到着まで1時間ぐらいまだあるんで、まあ、割とねゆっくり食べれるでしょうね。ということで、いただきます。食後のコーヒーはね、先ほどいただいたんですけども、やっぱりせっかくねシンガポール航空乗ってるんですからね、 TWG は飲んでおきましょう。ブラックティーにいただきました。他にもねいろんな種類があるんでね、まあ、好きなやつをね注文するといいと思います。い
焼き内食も美味しかったし大満足です。あとまだ45分ぐらいありますからね、もう少しゆっくりとできますね。いや本当にね、2時間で降りたくないなと思わせる機体ですね、まあ、あと10時間ぐらい乗っておきたい。おそらくですね、この飛行機アメリカ線とかに基本的に投入されてると思うんで、ちょっとまたシンガポール航空の長距離線っていうのもね乗ってみたいですよね。いまだにねシンガポール航空は中距離線と短距離線しか乗ったことがなくて、長距離線はね体験したことないんですよね。世界最長路線って言われていたシンガポールニューアーク線、まあ、あれもいいけど、まあ、別にあれじゃなくても普通になんかロサンゼルスとか成田からね、実はシンガポール航空ってロサンゼルスに異変圏で飛ばしてたりするんですよね。 SQ12 便だったっけな。そう、ああいったのもちょっと乗ってみたいよね。はい、こちらがねエコノミーなんですけども、エコノミークラスぎっしり埋まってますね。バンコクシンガポール1日に何フライトもあるんだけど、かなり需要あるみたいです。これじゃあビジネスがね満席になるのもなんか納得ですね。案外ですね時間もあったんでね、でしかも機内の照明も結構暗くしてくれたということでね、ゆっくり寝ることができました。いや本当素晴らしく快適でしたよ。ガチ生意気ですねこのクソガキ。もちろんね身長170センチギリ満たないね 169.6 センチの僕にとっては、足伸ばしてもね全く先につきません。横になっても多分大丈夫なんじゃないかなと思います。はい、このシート誰なのかな、シンガポール航空のエアバス A380-800 のビジネスクラスシートともしかしたら似てるかもしれないですね。 SQ のね A380 ってそのファーストクラスの1個上よね、スイートクラスっていうのがあって、もうそれこそなんかもうガチホテルのベッドみたいなシートとかもあるよね。あれシートというかもはやベッドですけどもね。いやあれも乗ってみたいよね。以前はね成田空港からシンガポール線でね使われてたんだけど、今もね機材小型化されてるんで、 A380 はシンガポールとシドニーそういった路線とかにはね再開してるんだけど、まだ日本線には入ってないよね。いやいつか乗りたい。成田からシンガポールまで確か片道60万とかするんだけどね、スイートクラス。まあでも60万なんだったらまだまあ頑張ればね乗ろうと思えば乗れるじゃないですか。だからちょっと体験してみたいですよね。本当ね、あの SQ ってね、いろんな機材持ってるし、で基本的に新しい機材が多いんですよね。ご存知の通り、シンガポール航空って国際線しかないじゃないですか。国内線が一つもないので、結構積極的にね、新機材とかも導入してる会社です。そういった意味では、古い機材っていうのはかなり少ないんですよね。まあ、ないことはないんだけどね。SQ の737の MAX とかも乗ってみたいしね、あれもかなりいいっていう風に聞いてるんで、あれは短距離線とかに入ってるみたいなんだけどもね。いやシンガポール航空奥が深いですね。いやこれからどんどんと攻めていきたいところです。着陸まで17分です。飛行機はね着陸態勢に入りました。照明はこのまま行くのかな、もしかしたら明るくなると思いますけどもね。あっという間2時間のフライトでしたね。大体ねこの路線って多分ビジネスとかで普通に片道で購入すると10万円ぐらいするんですよね。で客層なんですけども、やはり仕事で乗られてるような方、スーツ着てる方が結構多いですね。あとは家族連れとかもちょこちょこいらっしゃいます。個人的なね感想になっちゃうんですけども、日系もねめちゃくちゃ素晴らしいと思います。サービスとかっていうのがねもうトップだと思うんだけど、わざわざね正直日系にこだわる必要っていうのはないですよ。頻繁に海外行ってる人こそね、これ同じ意見だと思うんだけど、外資系もかなりいいですからね。で海外旅行をしてるときってやっぱ外資系乗った方がね海外旅行気分っていうのはね味わえます。ぶっちゃけ日系の国際線って言っても結局国内線の延長線上なんですよね。なのでもう僕はねいつも言ってますけども、基本的に日系にこだわりはありません。むしろできるだけね海外行くときはね外資系使いたいなって思うタイプの人間ですね。まあ、人それぞれね考え方はあると思いますけども、シンガポール航空のサービスなんてねもうねほとんど JAL と ANA と変わらないですよ。めちゃくちゃすごいね、接客丁寧だし、ビジネスクラスとかに乗ってる人に対してはね一人一人名前で呼んでくれるしね。エバー航空とかもそうですけども、特にアジア系の航空会社っていうのは基本的にねホスピタリティに関してはもう十分なんで、気にせんとね外資系どんどん使っていくべきだと思います。外資系の方が結構安かったりするしね。とにかくね日系はね JAL も ANA もどっちもそうですけども、料金が高すぎる、もうそれがね最大の欠点だと思います。まあ、仕方ないんだけどねそれは。すいません、着陸シーンね録画入ってませんでした。はい、ということでシンガポールチャンギ国際空港に着陸です。
ままスポットに向かいます。シンガポール航空もね、タイ航空と同じような感じで使われてない飛行機っていうのがね、空港にかなり多くね駐機されています。あそこに見えるのはエアバス A380 が2機横に並んでますね。他にもね、777とかもね駐機されてるんですよね。でもこれらの飛行機もね、まあ、今後の需要かなり回復すると思うんで、復帰してくれることをね願ってます。シンガポール航空のボーイング737ですね。基本的にね、中型機、大型機しかないシンガポール航空でね、小型機は結構レアなんですよね。もともとはね、シルクエアという航空会社があったんだけど、あれがね、シンガポール航空になったんですよね。それでその時に使われた飛行機がシンガポール航空に移管とかもしてます。トーイングカーに引っ張られてますけども、あれは A350 ですね。いや、いろんな飛行機見れて楽しいですね。多分日系の飛行機とかもね、いると思いますよ。はい、ということで降機します。いや、本当ね、かなり良かったです、このシート。いや、今度はね、ぜひとも長距離線でね、乗ってみたいなというふうに思うシートでした。 A350-900 の長距離仕様のシートでした。ビジネスクラスを、ね、優先的に下ろしてくれます。はい、ということでね、降機いたしました。定刻通りに到着ですね。実はね、このままシンガポールに入国はせずに日本行きのフライトに乗り換えます。なのでまたね、しばらく待機となります。はい、ということで、まあ、とりあえずですね、まあ、このままね、到着というかトランスファーの方に進んでいきます。また1時間ね、時差が日本に近づきましたね。日本との時差は1時間です。ただいまシンガポールの時間で午後6時42分でございます。ということで今回なんですけども、バンコクからシンガポールまでね、シンガポール航空の A350 長距離仕様のビジネスクラスシート乗ってきましたけども、いや、まさかね、このシートに乗れるとは思ってなかったんで、いや、本当にびっくりしたし、まあ、テンションかなり上がりました。はい、いや、今回ね、ちょっと経由めんどくさいなと思ってたんだけど、まあ、このシートに乗れたんだったらね、全然問題なく良かったんじゃないかなと思いました。はい、ということで、まあ、シンガポール航空ね、いろんな機種でいろんなシートっていうのがあるんで、まだまだ奥が深いです。まだまだ乗ったことがない機材とかシートっていうのもいっぱいあるんで、今後はね、どんどんと攻めていきたいなというふうに思っております。はい、ということで今回ね、この辺で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。次のフライトでようやく日本に帰ります。